五右衛門ジャパン VS はるパパアットマーククラクラ TV、 最終的な結果はこちらです。ドン。36対31、勝利いたしました。ありがとうございます。皆さんですね、応援ありがとうございます。応援コメントたくさんいただきました。ありがとうございます。36対31ということで、勝ちました。まあですね、こう見ていくと、その、はるパパさんのクランの方もタウンホール10が、私たちのタウンホール10が、6個中5個、星2が取られました。そして私たちですね、了解ザウルスさんやですね、そのいろりんさんなど、やすさんなどですね、その、星3プレイヤーの方がですね、私たち、早めに星2を埋めてですね、星3チャレンジしようとしたんですけれども、非常に惜しかったですね。キヨキヨじゃないわ。こちらのですね、了解ザウルスさんですね、もう2回とも、星3狙いしていただいたんですけれども、81% と 80% と、これね、難しすぎるんですよ。逆に、難しいですよね。非常にその了解ザウルスさんのリプレイをここで見せたいほど惜しかったリプレイであったりとかですね、こう、あ、ここでこういうプレイができるんだっていう、あ、ここでボールブレイクは、なるほどという、その、もう上手い人ならではの、私とかね、全然こう考えつかないような工夫がなされていました。それがですね、見せてもいいんですけど、今回は、結果報告ということで、今回は見せないでおきます。ですね、分析から入ると、その、タウンホール10の戦いにおいては、6個中5個、星2が取られているので、そして私どもも星2止まりでしたので、そこまでその、なんていうんですかね、大差はなかったと。やはりタウンホール9の、星の埋め方かなと思いますね。やはり、はるパパさんの方が、星3が2つということで、そして私どもが、星3が6、7、7ぐらいですかね。そうですね、ここをちょっと、99% ですね。矢野さん 99%。これ非常に惜しかったリプレイかなと思いました。そしてこちら 85% ということで、非常にですね、惜しかったですね。タウンホール9の、全部、前回に関しては難しかったかなと思います。やはりね、こうして見ていくと、このね、こういう同時マッチングにはこう、もう、悪魔というか魔物が潜んでいるかなと思いますね。はい。それで、今回のですね、このように、攻撃回数30、30で、その攻撃失敗回数もやはり少なくて、やはりこう、クランとしてね、安定してきたかなという感じは本当に実感します。本当にもう皆さん、本当にありがたいですね。クラメンに関しては本当に。うん。注目のバトルとかはいいの、見なくてもいいのかなとは思うんですけれども、いや非常にね、この、なんていうんですかね、この戦いは非常にね、もう私どもは今2回戦で1対0ということで、その五右衛門ジャパンが一歩リードということです。はるパパさんのクラン、おそらく、リベンジマッチということで、第3戦目、おそらく開戦することでしょう。それはですね、時期とか未定でございますけれども、そしてですね、次の、私の、その、イベント予告といいますか、22日ですね、明日ですか？ロジックドネイターズ VS、反ロジドネ連合ということでですね、ポンタさん、私はポンタさんの側に、クランとして参戦するんですけれども、ポンタさんの、ポンタさんと一緒にですね、クラクラチャンネルさんであったり、エンビ JPN さん、私がもともと戦う予定だったエンビ JPN さんも加わり、そして、秀康さんのクラン、ブックマークしているのが、陳州、これ一応ブックマークしておきました。すごいんで。そしてこの秀康さんの電光石火ジャパンさんからも出るのかな、相当ですね、その有名なクランも集まりつつ、なおかつ、私どものようなね、ネタ感というか、その、エキシビジョンマッチ的な感じで、ガチでもちろん挑みますけれども、ロジドネ VS、反ロジドネ連合ということで、別にロジドネアンチとかじゃないんですよ。私、ロジドネ大好きなので、ブックマークしてますからね。はい。ということで、皆さん、お楽しみにしてください。ということで、今回はですね、はるパパさんと私のクランということで、ご視聴ありがとうございました。皆さん応援ありがとうございました。第3回、楽しみにしていてください。ご視聴ありがとうございました。